新庄ビヨン医師学科学生成経営科専門医新庄先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日も精神中に関すること配信していきたいと思います。新庄の話し方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて今までですねこのチャンネルも何十本かね動画を上げさせていただいたんですけど、ついに初のですねコラボ企画になります。ありがとうございます。ということで今日はですねまあスペシャルゲストをお迎えさせていただいてインタビューの方をねやっていきたいと思います。皆さんもねもしかしたらもうご存知の方かもしれません。それではちょっとお呼びしましょう。どうぞ。パチ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 。こんにちは。よろしくお願いします。ゲンです。あ、ゲンさんですね。どうもよろしくお願いします。お願いします。一緒にこう立ってみてください。高いですやっぱりね身長ね。ということで骨延長はいをね受けられたということで。アルメニアという国で骨延長ですね。骨を伸ばす背を高くする手術を受けて YouTube などでも発信しておりますゲンです。よろしくお願いします。じゃあおかけいただいて。はい、ありがとうございます。この後、うん、僕のチャンネルの方でも、はい。新庄先生の成長ホルモン治療とかインタビューさせていただいて、そちらも YouTube 載せますので、それもよかったらご覧ください、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあちょっとね源さんについてちょっとお伺いにいくつかしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。源さんなんですけど、まずね骨延長術をされたということなんですけど、何歳の時にされたんですかね、うん、27歳ですね。あ、27歳の時に手術を受けられたんですね、うんうん、そうです。ほんほんほん。今はすごく身長が高くて確か177、うん、そうです。10センチ伸ばしたんで177センチので、もともと167センチということは、そうです。正直言って、まあ、そこまで特別低いわけではないと思うんですけれども、うん、そうですね。どうしてその手術をね踏み切ろうと思ったっていう理由はありますでしょうか。そんなに低いわけでは確かにないですけど、うん、やっぱりどこかこうコンプレックスがあったっていうか、うんうんうん、もっと高くなれたらいいなっていう思いはなんとなくずっとあって、うんうん、手術で伸ばせるっていうのを知って払えない金額でもなかったので、うんうん、頑張って貯めれば、うん、それでちょっと挑戦してみよう、だけど興味もありましたし、そうです。ちなみにその骨延長術って、うん、自分がお医者さんになったからそういった情報が入ってきますけど、うんうん、巷に溢れてた情報ではなかったと思うんですけど、うん、どうやってそういう情報を探してきたんですかね。やっぱインターネット、インターネットですね、うん、インターネットで調べたら英語の情報とか、まあ、日本語の情報もありましたし、それまでドラマとか映画とか、まあ、漫画とかで出てきてたのは見たことありましたけど、あ、実際にあるんだっていうこととか、うん、具体的に過去のこう症例写真だったりとか、うん、いくらでできるとかっていう情報があって、あ、それだったら結構具体的に考えられるなって、うん、その行動力というかそういうのが本当にまあすごいなと。ありがとうございます。いやいや、例えばテレビ見て、うん、金髪の人を見て、あの金髪にやろうと思う人って、うん、やっぱり結局調べて、うん、けど結局やらないっていう人が、うん、まあ、ほとんどだったりだとか、あの料理屋さん美味しいな、うん、すぐ行こうと思っても大体みんな行かなかったりとか、うん、それと比べると圧倒的にハードルが高い延長術をやったっていうのは、源さんの実行力に僕はね曲げるって感じですねで今回源さんは確かアルメニアっていう国 で、うん、そうですね、東ヨーロッパ表現でいいんですかね。そうですね、東ヨーロッパ、まあ、中東とちょうど境目ぐらいの、境目ぐらいのところ、ね、トルコとかがあるあたりの国、ね、今度地図の方もこちら載せておきます、うん、骨延長術って日本でもですね、うんうん、ドクターでされてらっしゃる方とか、あとは前回ですね動画の方で紹介させていただいた、うん、まあ、ラスベガスだったりだとか、うん、あとはやっぱりツイッターとかで見てね、結構韓国とかの記事とか、うん、あと広告も結構出てくるみたいで、結構いろんな国でねあるかなと思うんですけど、うん、その中でどうしてこうアルメニアを選んだんですかね。金額的に払える範囲だったっていうのがまず一つ、例えばアメリカとアルメニアだとどれくらい値段って違うんですかね。ざっくり4倍。あ、4倍も違うんですか。僕10センチ伸ばすのに500万円ですけど、アメリカでやったら2000万円かかっちゃう。韓国もそれよりちょっと安いですけど、それでもやっぱアメリカと同じぐらいやっぱり高いです。それは物価もやっぱり4分の1ぐらいですか。そうですね、物価もっと安いかな、物によっては10分の1から5分の1ぐらい。あ、そう、だいぶ物価が安い。確かにそうすると、まあ4分の1ってのは、まあ、ある意味妥当というか、うん、というか、まあ、そういったところでね、ちょっとね、アルメニアについてね、簡単に、あまり馴染みのないところなので、ちょっと実際聞いてみたいんですけど、うん、まずアルメニアって治安とか大丈夫なのかなとか思ってですね。確かに今、隣のアゼルバイジャンとかでちょっといざこざがあったりはしますけど、はい、やっぱ国境付近は確かにちょっと不穏な空気ありますけど、うん、首都のエレバンっていう街は比較的洗練された街だし、治安はいいですね。少なくとも悪くはないです。そうなんですね。うん、あと飛行機、直行便ってあるんですか？いや、直行ないんで、中東のアブダビだかドバイだかで
カタールとか、うんうん、乗り換えて行きました。そうですか。12時間とか16時間とか中東のあたりまで12時間とか、うん、そうですよ、まあ、そこに12時間かかって、そっからアルメニアは言うて近いですね、うん、2時間、あ、2時間が近いんですか、うん、近い国ではないですよね、うん、まあ、ちなみにそれって飛行機代だけでいくらだとかかんだろうな、それ。でも片道10万円もかかってない。10万円以下だったら、まあ、頑張れば確かに貯めれるかなっていうところですよね、うん、あとアルメニアでも過去にですね、動画の中で、うん、紹介したんですけど、確かちょっとこう食事が、あれ、うん、タンパク質が少ないんだよね、確かね。なんかやっぱパンが多いっていうか、そうですね、パンが多い国なんですよ。まあ、お肉とか魚とかもちょいちょいありますけど、うん、あんまり美味しく、どうですか、うん、まあまあ、言いにくいから、そう、いや、うん、現地の人にとってはそれが食文化だけど、そうそう、日本人からしたらあんまり口には合わないですね、うん。あとアルメニアの人っていうのは身長もそんなに多分高くないんじゃないかと。どうですか、高いですか。印象としては日本人と同じくらいの感じ、うん、男性170センチぐらいの感じですね。わ、うんうん、かりました。まあ、じゃあそんな感じかなと。アルメニアのですね、うん、ところで骨延長術をですねやるというふうにですね決めたわけだと思うんですけど、うん、実際ですね、まあ、ドクターとカウンセリングを多分受けたと思うんですね、うん、こういった副作用があるよとかいろんなのがあったと思うんですけど、うん、何年前でしたっけ手術されたって。もう2年半、2年半前か、2年半前か、うん、今はねズームズームなんて言うけど、その時ってまだズームって使ってなかったかなと思う、うん、どういうふうにドクターとコミュニケーション取られたんですか。もう最初はもうメールだけやり取りをしてて、自分はもう日本人で今何センチでとか、自分の写真とか全身の写真とか全身の写真とかも送ったりして、最初僕12センチ伸ばしたいとか言ってたと思うんですよ。最初は実際に直接見てみないと結論は出ないけど、10センチはいけるだろう、12センチはまああって相談なとか、まあ大体見積もりはこんぐらいだからとか、そういう話はしてましたね。それっていきなり源さんがその病院を見つけて、じゃあ病院の名前なんていうんですか。 YCLLR っていうエレバンセンターオブリムレングセニング&リコンストラクションっていう、そこのホームページ見つけて、うん、メールいきなり送ったんですか、ハローみたいな感じで送りましたね。すごいですね。とりあえずメール送るだけならまあ無料です、うん、とりあえず送ってあっちもよく返事してくれましたよ。世界からまあ世界から来るんですよね、きっとね。やっぱヨーロッパが多いみたいですけど、あ、そうなんです、ね、やっぱり日本人とか中国人も結構いる、日本人の方も結構いらっしゃるんですよ、うん、いや、もしかしてこの動画を見てる中にもいらっしゃるかもしれないですね。いるでしょうね。まあ、そうですよね、うん、去年じゃ英語でメールで最初にカウンセリングを受けて、うん、やるって決めてからそうですね、アルメニアに行ったみたいな感じなんですね。もうやる気満々で、やる気満々で、すごいです、うん、むしろ実際会ってダメって言われたら嫌だなって思ってます、はい、あ、すごいですね、そのやっぱ決意というか、まあ、行動力というか、うん、本当にゲンさんの、ね、人柄を表しているようにも思うんですけども、うん、受けるっていうことに対して、うん、ネックというか自分の人生を自分で決めるっていうのが基本だと思うんだけども、うん、その中でやっぱり家族にね、受けるっていう決断を伝えたりだとか、うん、そういった瞬間も必要なのかなと思うんですけど、うん、それはどういうふうにして伝えたんですかね。でも誰にも言わずに行って、手術何回かは必要なんですけど、最初の手術終わってから家族に言いました。はい、それ衝撃ですよね、うん、やっぱり止められたりいろいろ言われたりすることが予想されたので、うん、事前に言ってたら、うん、ちょっとそれはめんどくさいなって自分の中ではもうかなり決まって決意してたんで、うんうん、周りの人にいちいち自分の決意を説得して回るのはちょっとめんどくさいなと思っちゃって、うん、それはちょっと親には申し訳なかったなとは思うんですけど、うん、最初の手術が終わって麻酔も覚めて元気にしてるよっていう動画を撮って送りました。ゲンさんの話を聞いてると骨延長術の話を聞いてるというか一つの成功ストーリーを聞いてるような印象を受けますね。人間が何かこう結果を残す時ってやっぱそういう瞬間が多いですよね、うん、やっぱこう周りにいちいち説明せず自分の決断をしっかり持ってやっちゃうっていうところもね、うん、なんかそこら辺すごく感じますね。最初はどうですか、いきなり動画をいわゆる LINE で送られてきたわけです。親が録音して家族へのメッセージみたいな、はい、実は自分留学行くって嘘ついてたんだけど、はい、実はアルメニアって国に来てて、はい、背を伸ばす手術を受けたんだよみたいな動画撮って、うん、それもちょっと会話になるとちょっと面倒くさいなと思ったんで、まあ、20分ぐらいいろいろ喋ってこういう手術でみたいな全部ね、うん、喋った動画を LINE で送りました。すごいね、うん、びっくりはしてたけど、そうですよね、別にすごい悲しむとかはなかったですね、うん、驚きと、まあ、お前ならそういうことやるのもあるかもなみたいな
ちなみになんかそういうエピソード他にもあります、もしかして親を驚かしちゃったエピソード、そういう国選長以外でも。猫飼ってて実家の時に、うん、最初キャンプで拾ってきたんですよ、うん、猫、うん、父親は猫アレルギーとかもあって、はい、絶対ダメだみたいな感じだったんですけど、すっごいアピールしたでしょうね、うん、もうこいつ絶対連れて帰るみたいな、うん、押し切って20年くらい一緒に暮らしてました、うん、やっぱ元素って意志強いですね、タイプ的には多分でしょうね、まあ、絶対そうですよ、ね、じゃないと骨切らないですよね。いやすごいな、逆に気持ちがすがすがしい、セミナー受けてるみたいな人生のなんか、ね、楽しいなと思いますね、うん、で、もっとちょっと骨選長の話をちょっと戻っていくんですけど、うん、どんな感じの手術でしたか、それは今回受けていただいて、うん、ロンホーっていう、はい、ロンホー、新しいことですよ、ロンホーネイルっていうのが髄内底のことなので、うん、まあ、これですね、これですね、ちょっと触ってもいいですか。あ、もちろん。すごいですね。もう10センチとか僕みたいに伸ばそうと思ったら1年以上リングがずっとつくっていう、まあ、結構つらい。骨延長で15センチ伸ばすことは可能ですか。専門のドクターが診察をして、体のバランス、胴体とか腕とか足の長さとかを見て、あとは柔軟性ですよね。あ、柔軟性関係あるんですよね。